平野紫耀とジングージユータ、世界的ハイブランド撮影で圧倒的オーラ放つ。世界的なファッション業界において日本からも注目すべき存在が現れました。平野紫耀とジングージユータというニッツの名前が彼らの圧倒的なオーラとスタイルで世界的ハイブランドの撮影で輝いています。彼らがインスタグラムで披露した2ショット写真が ファンやファッション愛好者から大きな反響を呼んでいます。平野仕様のファッション界への進出。平野仕様はそのキャリアを通じて演技力とルックスで知られてきました。しかし最近ではファッション界においても注目を浴びています。彼は2021年9月18日から22日まで 世界的ハイブランドである、ルイ・ヴィトン、エルメス、ディンシ、バレンティノの服を着こなした写真を自身のインスタグラムに続々と投稿しました。これらの投稿は、彼の幅広いスタイルセンスと宣伝されたファッションセンスを示すもので、多くのファッション愛好者から絶賛されました。人牛自由多のファッション界への参加。 一方、神宮寺ユー太もファッション界において独自の存在感を示しています。彼は2021年9月21日から24日まで自身のインスタグラムにサンローラン、フェラガモ、バーバリー、ボッテガベネタのアイテムを着用した写真を連続で投稿しました。そのスタイルはシックで洗練されており、 彼のファッションセンスに感銘を受けた多くの人々から絶賛されました。二人の撮影オフショットが話題に、平野紫耀と神宮寺ゆ太のファッション関連の投稿がファンの間で話題になっていました。しかし、特に注目を浴びたのは彼らが二人で撮影した写真でした。平野紫耀は自身のインスタグラムにこの前の撮影のオフショットをあげちゃう。 として、撮影時のオフショットを公開しました。この写真には、撮影データが並んだパソコン画面の後ろから、ひょっこりと顔を出したお茶目な写真や、リバンシ、バレンティノを着用して撮影に臨むオフショットが含まれています。さらに、神宮寺ゆ太も自身のインスタグラムで、サンローランに身を包んだ姿で平野仕様と2ショットを披露しました。これらの写真は、 彼らのファッションセンスとオーラを最大限に引き立てたものであり、多くの人々からの熱狂的な反響を呼び起こしました。ファンからの反応。この二人のオフショット写真が公開されると、ファンからは熱狂的な反応が殺到しました。彼らのファッションセンスとオーラに対する賞賛の言葉が多く見られました。ファンは、やっぱり二人一緒だったんだね。神竜ジ君がいるから。 と喜び、さらにジグヒラ平野とジングジの故障、最高。2ショットきしすぎる破壊力や倍ガンツクです。何回も見てしまう。二人とも鬼愛もっと2ショット欲しい。などと熱狂的なコメントが寄せられました。平野の仕様とジングージユータ、日本から世界的ハイブランドの撮影に挑戦し、そのオーラとファッションセンスで成功を収めています。 彼らの2ショット写真は多くのファッション愛好者とファンから熱狂的な反応を引き起こし、彼らの存在感を世界に示しています。今後、彼らのファッション界における活動にますます注目が集まることでしょう。